痛いと祈る声は溶けた痛み抱えたままさよなら背を向けた僕らのあの時はかけがえのないはずの重なり合う遠き思い出今も戻ることなく目をそらす君の温度はもう感じられないよ永遠誓った幼い約束彼方へひらり飛ばして消えるのかなすれ違い そして二人を封印するための刀を作ったのがメトキで僕が封じたんだ京さんは私が巻き込んでしまったんですだから俺が自分で決めたことなんだって何回も言ってるだろ、うん、確かに驚くよねそうですね全く想像していなかったのでってことは、俺はそのお梅さんって人の子孫でいいんですか?はい。ずっと見守ってきましたから。ちなみに、私とも一応血がつながっていますね。あ、そっか。お梅さんの姉ちゃんなんだもんな。今日は?俺は、当初は本部に仕えてたんだ。けど、異業払いが増えて、本部が直系の血を求めなくなった。そんで、末裔の一つである天笠に引き取られた私もお梅の家系に継がれていくうちにくるみへ昔天笠にいたこともあるんですよえそうなのはい京さんが来る前にそしてくるみ家ができてからくるみに仕えるようになりましたあれじゃあみやびとか京って呼ばれてる人本部にはまだいるのか いえその呼び名は私たちで最後です。なので、そのまま使っているのです。俺らの代で、それも終わったからな。ま、大昔からの風習みたいなものだったんだ。別になくても不便はないだろう。そんな昔の人と今話してるのよね。改めて考えると不思議な気分。シロ様の方がずっと昔の人だけどな。俺らが子供の時には、すでに異業払い統括本部で守護担当の第一人者だった。みやびたちをシロ様が封じたって言ってましたけど、シロ様が解放することはできるんですか?メトキの彼がどういった方法を思いついているのか知らないけど、彼よりは成功の確率は高いよ。術式を把握してるわけだし。でも、確率ってことは。五分五分かな。解けないようにかけてるんだから当たり前だけど。ちょっとやそっとじゃ何も起こらないよ。メトキは刀作りなのですよね。封印に関わったのですか?うん。封印に耐えられるほどの刀。この2本は他の異業払いの刀よりさらに特別に作られた。僕の封印に合わせてあるから、ある程度の術式も伝わってるし、組み込まれてる。だからいろいろ知ってたのか。でも、それならもっと早くああいったことを考える人がいたのでは?それがね、メトキの一族は、すでに異業払いにはいないんだ。え?京都雅を作った後に、また内部で揉めてね。危ない力だから、京都雅の存在自体を消すべきだと。また。結局ね、どう転がっても、人間は争いが絶えないのさ。お互い違う意見を持つからね。理由が恐怖でも、欲でも、正義でも。その反対派が、メトキを。メトキは二人を、二本の刀を作ったとして責められてしまった。その結果、
目時は刀作りをやめて異業払いとしても衰退していった。今は違う人が刀を作ってるんですか？うん。それまでほとんど全ての刀を作っていた目時は本当に素晴らしい技術を持っていたんだ。今でも目時を超えられる刀作りはいない。京都雅を封印できるほどの刀なんてきっともう作れないよ。ではなぜ今頃？異業払いを目時家が辞めたのは随分前のことになる。けど話は継がれていたのか、何か残してあったのか、それを知ったから彼はこんな計画をしたのかな。推測だけどね。今までに今回みたいに雅たちを狙ってきた者はいないんですか？いなかったことはない。でも基本的にこの刀を知ってる者は関わりたがらない。今では二人の話はある程度の異業払いなら全員知らされてはいるが、過去のことも知るからね。禁忌に近い扱いだ。それでも力を欲する愚か者もいたけど、二人を使うことができるのは主だけ。奪ったとしても何もできない。その前にこの二人とその主を相手に勝てる者はいなかったけど。前例はなし。しかも目時の目的は刀の力を手に入れるのではなく解放なんて。それらしいことは言ってるけど、本当に解放が目的なのか、その先に何があるのかがわからない。仮に奪われても刀を使えることはないだろうけど、奪われてしまったらこちらの攻撃力を抑えられてしまうことは確かだ。気をつけないと。あちらは術も上級でしたし。刀を使うときは主が京や雅に触れないといけない。そこをついてこられるかもしれないね。物理的な距離を作られてしまえば二人を刀に変える方法がない。常におそばにいられるようにします。次はあっちも用意を完璧にしてくるだろうから、こちらもそのつもりで。僕も協力したいところなんだけど、あの二人を捕まえるには相手をできる君たちの力が必要だ。お任せください。狙いは刀だしな。こういう時は本当に使えない力だと思うよ。そんなことはありません。あの方たちを捕まえてから逃がさないようにするのは白様にしかできませんから。多分普通の術じゃあっちの術者に破られるだろうしな。気合い入れたのを作っておくよ。はい、私たちも本気でやらせていただきます。あっちは主である姫香と柊の命を狙うかもしれない。でも主がいなくなったからって彼が次の主になれるわけではありませんよね。次の儀式で主が決まるまで刀は白様を代理の主として認識してたはず。その通りだ。よく覚えてるね。5年も前のことで、それどころじゃなかったはずなの。次期主として育てられましたから。あの時は何が何だかで混乱してましたが、不思議と記憶ははっきりとしているんです。そう。もし私たちを殺して刀を手に入れて解放するのには主は関係ないんですか？命を狙うと言ったけど、主を亡き者にする以外に人質という可能性もある。人質？解放するには僕のやり方だと主と刀双方の同意がなければできない。いや、できなくはないけど失敗する可能性が大きくなる。目時はどういう方法でやろうとしているのでしょう？選べるほどの手段はないとは思うけど、ずっと目時一族で研究していたのだとすれば、僕に想像できないような方法なのかもしれない。術っていうのは個人の癖や改良によってかなり変わるからね。基礎は同じだけど、高度になればなるほど複雑になっていく。人質にとって無理やり解放の合意を得させる可能性もあるってことか。いっそ殺して強引に解放するってことも考えられる。お前らに手出してくるって決まったわけじゃないけどな。いずれにせよ、私たちがやることはあの二人を捕まえることです。他の異業払いは利用される恐れを考慮して少し離れた場所に待機させておこう。本部の人間だから
ある程度の強さはあるけど、だからこそ逆に利用されると厄介になるし、メトキとつながりがないとも言い切れないしな。そんな、仲間なのに。疑ってかからないと痛い目見るのはこっちだぞ。そうだけど。一応だよ。それで最後に大事なことなんだけど、京都みやびは彼の言葉に乗るつもりはあるの？シロ様、それは裏切りに。ここまで聞いてわかる通り、刀になったのは仕方なくだ。メトキの言うように、今まで何百年と務めを果たしてきた。この長い間に気持ちが揺らいだこともあったんじゃないかと。しかし、だからといって彼らに二人を渡すつもりはもちろんないよ。ではシロ様が？うん、成功する保証はない。それに封印が解けた後も、それでも君たちが望むなら、僕はそれを叶えるべきだと。でも本部がそんなこと認めるとは。言ったでしょ、本部からしたら二人は避けたい存在。むしろ亡くなってしまった方が好都合だという考えも多い。悪用しようだなんてやからもいなくなるからね。今回のようなことだって起こらなくなる。それはそうかもしれませんが、だからね、二人ともが解放をというのなら、いっそのことを彼らと対峙する前に行ってしまおうと思う。そうすれば彼らの狙いはなくなる。それだと俺らだけであの二人を捕まえることになりますが。その場合は本部の異様払いをできるだけ動員するよ。あの二人の後ろに誰かいるのかもしれないけど、さすがに数に押されるだろうし。もしこのままでと言った場合は、どちらか一人でもこのままなのであれば、戦力の都合上彼らとの決着がついてからになるね。最悪消えてしまう可能性もあるんだ。そうなると姫かとシュート、どちらかの刀のみ。僕がサポートはするけれど、それだとやっぱり心もとない。メトキの後ろには誰かいると思いますか？今調べてるけど、もし家系の誰かなら異形払いの能力はないんじゃないかな。メトキ自体に異形払いの力がほぼなくなっているから。それ以外の、例えば異形払いの誰かが後ろにいるなら、もっとうまくやってきてるだろうから、その可能性は低い。ではあの二人の対処を考えておけばとりあえずは良いですね。メトキ司に関してはまだ実際に力を見ていないから断定はできないけど、あっても大したことはできないと思う。ナチの方が全部やってるみたいだし。だから純粋な戦闘能力で負けることはないよ。他に計画があれば別だけど。あのナチと呼ばれていたやつは？そっちも調べてる。あの術能力ならまだ異形払いを行ってる血筋だろうね。何か手がかりがつかめることを期待するしかない。今はその時に備えて待つしかないですね。うん、だから京都みやびもよく考えて。先ほどの件ですか？そう、今すぐじゃなくていいから落ち着いて考えて。はい。はい。まあそんな悠長には待っていられないんだけどね。こちらの計画としては一応二人には協力してもらう形で進めておくよ。変更は聞くようにしておくから遠慮はしなくていい。ありがとうございます。きっと姫かシュウも思うところはあるでしょう。解放には主の意思も必要だからね。きちんと話し合っておいで。はい。シュウ様、あの、今少しよろしいですか？うん、さっきのシロ様が言ってた件だろ？はい。私はシュウ様の刀です。みやび、ずっとクルミ家にお仕えしてきました。これからもです。けど刀になったのは他に道がなかったからなんだろう。
自分で望んだわけじゃないだろう。いいえ、私が確かに願ったのです。でなければ今こうして刀になっておりません。それはそうだけどさ。刀として異形払いの主に仕えて多くの異形を払うのが私の存在意義であり使命なのです。確かにさ、異形払いは異形を払うためにいる。刀もそうです。でもずっとそれに縛られてるわけじゃない。あいつの言葉真似するみたいで嫌だけどさ、人生で見たら異形払いやってる期間は長い。訓練が始まる前の子供時代と年になって引退した後くらいだけが異形払いに関わらないんだから。けどさ、異形払いやってる間だって任務以外は一般人と同じ。学校行って勉強して、就職して仕事して、結婚して子供を育ててって、普通の人生だ。少し秘密があるだけの。昔の人や偉い人はきっとそんなんじゃなくて四六時中忙しいんだろうけどさ、でもそれだって人生が終わるまでの間だ。私には終わりはありません。うん、だから何百年もやってきたんだろう。はい、十分に異形払いとしての責務は果たしたよ。しかし私は過去のことを忘れろとは言わないし、俺が言うことじゃないけどさ、みやびは十分苦しんで悩んで頑張ってきただろう。もうそろそろ自分のこと考えていいんじゃないか。私のこと？そう、みやびがどうしたいか、どうなりたいか、責任とか意味とか抜きにして。そんなの。お梅さんに会ったことないけど妹なんだろ？ずっとそばにいたんだよな。はい。多分彼女も後悔して苦しんで辛かったと思うんだ。姉にあんなことをさせてこんな姿にしてしまって。それはお梅のせいでは。そうだけど、原因を作ってしまったのは自分だって思ってしまうんじゃないか。話を聞いていて優しそうな人だと思ったよ。お梅は優しくて少し口うるさかったですが、しっかりしていて、いつも私を支えてくれていました。私が雅になる前もなってからも、刀になっても。お梅は一度も私を使わなかったのです。使わなかった？私を刀にするには主として命じることの葉が必要です。けれどお梅は姉にそんなことはできないと、姉を刀の姿にし、天津さえそれを道具として利用するなんてと。おかげで異形はすべて術を用いて払っておりました。私を使えば簡単に払えるのに。とてもいい妹さんだな。はい、自慢の妹です。それならやっぱりみやびも自分のことを考えよう。きっとお梅さんはみやびの幸せを望んでるよ。私の幸せ？そう、ずっと異形払いとして生きてきてんだから。私にはそれしかありません。それ以外もあるって分かっただろ。成功するかは分からないってシロ様は言ってたけど。そうですね。でも大丈夫だから、俺とみやびとシロ様なんだから成功するに決まってるって。まだ刀をやめるとは。うん、別に無理にやめさせる気もない。このままでもよろしいのですか？過去を知ってしまったのに。そんな昔のこと気にできるほど俺は繊細じゃねえよ。それにみやびを信じてる。ずっと一緒にやってきただろ。柊様。
だから俺としても雅には自分の幸せの方へ決断してほしい。強制はしないさ。どっちの選択をしてもそれを受け入れる。ただ俺や過去にとらわれて決めるのはやめてくれ。はい。それで決断できたら教えてくれ。わかりました。今まで行ったことなかったけどさ。はい。俺は雅のことをずっと刀として使ってきて、主なんてやってるけど、ちゃんといい主でいられてるのかなんてわかんないんだ。シュウ様も素晴らしい主です。ありがとう。雅はそう言ってくれる。でも前の父さんと比べてやっぱりまだまだだなって思うんだ。経験の差もあるから当たり前なんだけど。はい。なのにこんな俺でも雅は慕ってくれる。しかも俺が生まれた頃からの付き合いだ。もう17年ですね。うん。だからさ、俺にとって雅は刀である前にもう家族なんだよ。昔から母さんだってそう思ってるだろうし、父さんもそうだと思う。ありがとうございます。つまりだな、みんな雅には幸せになってもらいたいんだ。だから雅が笑っていられる方を選んでくれ。はい。今日？何？シロ様がおっしゃってた話だけど。ああ、うん。今日は決めたの？いや。迷ってるの？今日はやっぱり。悪い。もう少し一人で考えさせてくれ。うん、わかった。おやすみ。おやすみ。